ぜ。あ、死ぬ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 。また手飽きてる。これただ武器集めてるだけで勝てるんじゃないかこれ。攻撃速度21。この武器で倒した数0。あ、66。え、武器ごとに変わるの？武器1個でやったらどれぐらいいったんだろう。いや絶対無理があるよな。よいしょー、やめる。よしよし、で1個の武器だけでやってみてえな。ちょっと試してどのぐらい速くなんだろうな。あ、無理あるかな、限界あるかな。頑張って、あ、死にそうじゃん。もう武器ごとって分かった瞬間もうすごいテンション下がるんだよ。信じられないけど俺今テンション下がってる。パニック、どうしよう。今さら武器1個もな。後に、後って後でできるよね多分。いいよ。あ、来た、攻撃速度アップ。お、来た来た来た、ティアアップ、ティアアップ使いたいな。あ、こっち置けばいいのか。一旦仮置きして置いて、で一番倒し、いや、ティア多いやつにするか。元からティアさん、屋さんにするか。部屋に、部屋に入るんだったら今かな。26。で、して、あ、ライフスティール面、ライフスティール。あ、生き返れるやつ。帰れる、帰るしかも。お金貯まってたんだね。これあんまりくるくる回してももういないな。拳2つぐらいで、拳2つぐらいでどこまでか。襟とか、全然食らってんだけど。ちょっと来た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 。ちょ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 、 OK KK。 あ、死んだわ、生き返ったわ。そうだ、忘れた。よしよしよし、あ、たるたるたる。やっぱなエリートはな、あー、拳2本で行きたいな。死なないようには頑張るけど。あらば、え、なんでこうしたの。拳2本でいって、であとは攻撃速度とかと範囲が広がるやつ買って、そうだね、それでやっていけばいいんじゃない。それでやっていけばなんとかなるよ。買った瞬間そこで死んだけどな。よし、いっか、行こう行こう。一旦ティアが上がるやつはまた後で。
どうせならやり直したいな。やばい、ダメだ、やり直したい気持ちが強い。もうそんな気持ちよくない。このスピード特化の向こう側に行きたい。速度1個につき今33だからか。あ、また生き返れるやつがある。よし、よし、行こう、行こうか。あ、割とすごいよな、もうこの時点で。範囲アップと速度アップとあれつけて一旦やり直したときやって、もう一回やることはもう確定してるんだけど、気になりすぎるからね。ー拳1個でいこうと思ってたけど、さすがに無理ありそうだから2個で、いや1個でもいいかな。2分の1なのか、2分の1でも20でも同じなんだよ。今武器がありすぎなのか問題なんだよ。2個でいっか。4、いや2個、2個がいいか。2個でこれ以上拳は増やさない方針で、でティア上げてんだけどな。え、あ、まだ振れる。うーん、これ取って再生力を身につけて、いやー上がるやつ、これでどんどんティアを上げればいいんだよ。ぐるぐる回して、これティア4でしょ、ティア4。うん、いいね。あ、やってみてっていうか、もうやるわ。次クリティカル率上げて、あ、これいいね。だけあとまあ、さっさとボス倒せるかどうかよな。どんぐらい速くなんだろうね。このスライムとかさ、小さいやつもパスに入るのかな、カウントに。スライム、小粒スライム、うるせえ。死ぬ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 。え、なんかあるの。なんかさ、あの一回生き返るチャンスのやつ使ったらさ、なんかなんか普通に死にかけるんだけど、なにこいつら。あ、ダメだこれ、範囲必要だわ絶対。あー、これ範囲必要だ。あ、無理。あ、よろい、ナイスよろい。で、切れる前にここ行って、で、切れる前にこれ、 OK。 全然 HP 回復しない。エンジェルさん、緑化しておみやな。長いね。ふか、どうもどうも。もうおはようなのかな。おはようの時間だね。そう、寝なきゃいけないんですよ。寝なきゃ。寝てちゃんと。寝なきゃいけないんですよ。ダメよね。ふうかも寝なよ。いい時間でしょ。エピやってたのかな。うん。エンジェルさん、配信してた、わら。あ、配信してたの。え、何してたの。テキサスチェーンソーかな。デッドバー飽きたとか言ってたもんね。
あー死んだ。いやー武器2つでいくか。エンジェルさん、うん、寝ないとなのに寝れないクス長身病気デイベイデイこの文言で俺を使うのやめてくれ。エンジェルさん、アーカイブ終わらせた。アーカイブね、いいね。最初からティア2これでいくか。あれやデイベイデイか。アーカイブ俺全然やってないけどね。僕あれでしょ、カニバルのスキン、レザーフェイスのスキン欲しくて、それ、LINE でメモってたんでしょ、サバイバー倒した時のやつ、昔ね。こんなこまめにプレイしてね。やばいよね。エンジェルさん、うん、わら。やばいよね。そんなこまめにやんなくてもいいような気がするけどな、ゲーム。エンジェルさん、やばいやつだよね、わら。やばいやつだよね。ハマりすぎよな。昔さ、まあ、めんどくさりも、めんどくさがりもたたるけどさ、スキン欲しかったからな、ウェイ。スキンあんまり興味ないけどね。うん、なんかのゲームで謎解きでメモらなきゃいけなくなって、そのメモるのが なぜかわかんないけど異常に嫌になって、メモるぐらいならもうこのゲームやらんつってやめた。俺が覚えりゃ話すつも話なんだけどさ、もうメモるぐらいならもうこのゲームやらんつってやめた。なんかわかんないけど、エンジェルさん、わらわら、ムキになってなんかもうやらんっつって、やりたくないっつってメモるくらいのいいわっつって。エンジェルさん、うん、短期でしゅね。短期だよ、ダメだよ。なんか兄弟が言ってたんだよ、メモればいいだろっつって、いやなんかメモりたくないっつって、いやメモればいいだろって、いやだからわかんないけどなんかメモりたくないっつってもうそれで結局、いやもうメモるぐらいだったらやらんのエンジェルさん、めんどくせえ、わらわら、めんどくさいよな。なんかムキになってた。5回まではこの武器1本でいこうかな。いけそうだな、なんか118、これ 5% アップしてるってこと。あ、攻撃速度 5% って書いてる、ここに。あ、トータルなんだ。うん、あ、じゃあ今さっきのやつもあれまたってたんだ。うん、まあ手を上げればいいか。これバンサバみたいなゲームですね多分。まあ俺の想像だけど、これ風が嫌いなゲーム。よくわからんゲームだ。お、よくわからんでしょう。50匹倒す旅か。まあこうやって敵を倒してどんどん奥地に行くってやつですね。でいろんな武器とか選べて、まあ職業もあるけどね。バンサバって言ったらわかりやすいけどね。バンサバはダンジョン潜らんか。フロア行かないね。マップだね。バンサバは時間経過だけど。ね。メヌさん寝たんじゃない？メヌさんさっきまでいたよ。病気も言ってる。エンジェルさん、眠くなりそう。いいじゃん。眠れないんでしょ。まあ、眠れない夜はあるよね。あんまり最近不眠症だったからね。睡眠が浅かったんだよね、ほんとに。やばかったな。不眠症じゃないね。不眠症の人に失礼だよね。それで不眠症って言ったら。うん。そうなんだな。だいぶ気が楽になった。本当に。フロア4か、まだ。フロアまだ4か。来倒した。281。エンジェルさん、今日仕事は在宅？うん、10月から無職。うん。全然、仕事してない。1月ぐらいに仕事探すつもりなんだけどね。エンジェルさん、え？どうする？やめた。やめたっていうかさ、なんか、まあ、来ないとお前もう終わりよみたいな。やめたの。やめた。お前来ないとクビにするよみたいな感じ言われてさ、確かね。
で、でもどうでもよかったからさ、じゃあやめるっつってやめた。あ、結構ね、フリーランス結構やめても OK よ。50代、60代になるときついけどね。どうしようかね。会社の方に力入れるのもありだけどね、正直。どうしようかなって感じだよね。エンジェルさん、なんか契約取ったって言ってなかったっけ？あ、あれ契約取ったよ。で、1年間経ったよ。もう1年間は経ってないかな。10ヶ月プロジェクトかな。もうそれ終わったよ。それが8月いっぱいで終わったのかな。エンジェルさん、そうなのか。そう。それが終わって。エンジェルさん、やりきったのね。やりきったよ。マジ辛かった。さ、全然人のあれ聞かないからさ。あいつら。なんか人を舐め腐ったことしてたから、もうそれもイライラしてたけどね。エンジェルさん、長見ってちょっと頑固だよね、わらわら。やりたくないのはやらない。頑固だね。まあ結局そいつらとは折り合いつかずね。エンジェルさん、素直でいいと思う。ありがとう。急に褒めてくれてどうしたの。最近急に褒める人が増えてきたわ。どうしたの。褒められ慣れてないからね。そうだね。エンジェルさん、仕事は人と会わないとやってられんよな。ああ、そうそう。本当に、フリーランスでさ、まあ、いろんな現場回るじゃん。まあ、短期契約もあればさ、全然、こいつ終わってんなって思うやつがいたらさ、もう、なんだろう、給料と割に合わないなって思った時点でもうやめてもいいわけじゃん。正直ね。そのストレスを考えると。ね、いろんな現場見てきてるけど、長年働いてる人とかさ、結構ぶっちゃけトークするんだよね。そうね。長年働いてる人ってね、結構ぶっちゃけトークする人多くてさ、フリーランス慣れしてるっていうか、フリーランス慣れていくあれだけどさ、ナイトボットさんが何かを言っています。なんだろう。まあどうせ辞める人だから、まあ仲良くしなくてもいいし、仲良くしてもいいわけじゃん。で、上司の愚痴言ってもいいわけじゃん、短期契約とかで。で、そういう人たちもさ、長年働いてすごいさ、スキルある人もさ、俺あいつ嫌いなんだよねみたいな、ああそうなんですかって、どうやって折り合いつけてんですかって、もう折り合いつかないからもうやめるわっつって、あーって、あーって、まあそういう感じかな、折り合いつかないからやめるわっつって、あーそうっすか、ほんとそんな感じよな、攻撃スピードとか。大体みんな辞める原因って仕事が本当にきつくない限りは人間関係だよね。辞めるときは。それかな。攻撃スピード上がるやつで俺注目したことなかったな、今まで。エンジェルさん、とりあえず余裕があるなら辞めるね。ね。ああ、そうだね。余裕あるなら辞める一番だよね。あー、これ買うのありかな。武器3つにしてみようかな。2つちょっと不安だな。だけど2つでどこまで速くなるかちょっと気になるな。1個だと結構限界あると思うんだよな。2つでいってみるか。2つでいこう。あとなんかお金持ちだからっていうその変な金持ちキャラもうなくなったからさ、いや無職だからっつって、あれなくなったのもでかいね。エンジェルさん、まあ次の仕事もゆっくり探すのありだね。そう本当にゆっくり探すのありだよね。金持ちキャラもいい加減うざかったからさ、よしよしよし、いいね。倒せてるか、倒せてないよな、あんまり。魔法めちゃめちゃ降ってくんな。エンジェルさん、金持ちキャラ、わら。ね、ろくなことないよな。3つ投げても俺言われんからな。ほんとろくなことないよな。人として頭おかしいと思うけどな。エンジェルさん、それはネタだと思ってたけど、わら。もうネタ。あ、まだ実際に投げてはいるからね。クリティカル、攻撃速度下がるな。エンジェルさん、お礼言わない人とかいるの。まあ、言わないっていうか、なんか、なんだろうな。遠慮せずにもっと投げていいよっていう、冗談交じりで言うっていう。ありがとうね。遠慮せずにもっと投げていいよみたいな。なんかしっくりとこないんだよね。なんか俺の中でしっくりと来ないんだよね。
単純にありがとうだけでいいのになって思うけど、なんかしっくりとこない。うん。エンジェルさん、それはちょっとうざいな。一応俺は言うよ。俺は言うけど、なんかしっくりとこないんだよね。もっといけるでしょみたいな。もう一声みたいな。おっかいになるぐらいでいいかな。エンジェルさん、怖い。なんかもうそいつをなんか煽りたくなる時あるよね。本当にこっちが機嫌悪い時は。オッケー。どうしようかな。今度横を広げるか。敵増やすのありかな。敵増やすのなしだと思うんだよな。だって敵倒したはずだから。エンジェルさん、私は1ビッツでも嬉しい世界なのに。ウェイ。マジで、いい世界生きてるじゃん。だけどビッツとか投げられるとちょっと申し訳ない気持ちにはなるね、自分は。で、一番ビッツとかにしてたけど、あれってさ、本当に投げたい人もいるわけじゃん。その場のノリでさ。まあ、そういうの分かってくると、ね。エンジェルさん、そうだね。そうそうそう。うん、お金ね。まあ、お金は不思議なもんですよ。お金重要にしてもいいけど、うん、うん、エンジェルさん、ありがとうね。そんな長身にジェームスゴッド1エチビッツ、ありがとうね。ありがとうね。だけどビッツなくてもいいよ。あ、そういえばさ、風花さん、あれ知ってる？風花のところサブスクしてる人多いでしょ？あれでさ、うちのところによく来てくれてるあの、みなみちゃんいるじゃん。安藤剛さんのファンの方。ファンの方。安藤剛さん推しの方。みなみちゃん。エンジェルさん、うんうん。そうそう、あの人がさ、なんか、長見さんのところのサブスクだけ高いんですよね。言われてさ、えとか思って、あ、ティアさん、ティアさん欲しいな。エンジェルさん、え、そう、わら。で、え、ティア、なんかティア上げてんじゃないのみたいに言ってさ、そのみなみちゃんのティア見たらさ、全然ティア1なのね。で、エンジェルさん、ティア上げてるのか。うん、全然上げてなかった。で、そうそうそう、エンジェルさん、違うんかい。そう、ティア1で、で、それで、いや、それはおかしいよって言って、なんかさ、あの2ヶ月分とか3ヶ月分エンジェルさん、まとめて買ったんじゃないとか。あ、そうそう、俺最初モバイルから、モバイルで買ってんじゃないのって言ったら、もうなんだから、いつも携帯からでしかやってないって言ってて、だからみんな同じなのね。モバイルちょっと高いよって言ってて。エンジェルさん、まとめて買ったら少し安くならないっけ。あの9月さ、そのキャンペーンあったから、それからずれて俺の買ったんじゃないって言っても、それでもないって言ってて、で、ちなみにいくらって言ったら、ティア1で1000円って言ってんのよ。高っつって。で、ちなみに、その、あの、みなみちゃんの推しの安藤剛さんのは、なんか、390円か分かんないけど。エンジェルさん、高っ、わらわら。390円か分かんないけど、なんか、そんな感じでて、390円安すぎるような気がするけど。エンジェルさん、どういうこと？そうそう、で、それさ、ツイッチのバグだよって俺言ってさ、なんかツイッチのバグだと思うよって、まとめ買いしてないんでしょって言ったら、いや、自動更新だけしかしてないって言って、あ、だったら絶対バグだと思うけどなって言って、ねえ、それで結局、一旦もうサブスク契約解除した方がいいよって言って、わかったって。エンジェルさん、私もこの前長身の半年分買ったけど、安く買えたけどな。半年分買ったって言ってくれたね。ありがとうね。ありがとうね。相互サブスクやな。エンジェルさん、バグなの。バグなんじゃないの？わかんない。俺少なくともさ、サブスクを値上げする方法なんて知らないけど、自分のサブスクだけ。少なくともね。知らないけどね。やばいよね。ライフスティルある。ただ単にライフスティルある。これは買っといてさ。エンジェルさん、1000円はようつべのメンバー登録のやつより高い、わら。やばいよね。で、もうバグなんじゃないって言って。
ね、それで一旦サブスクの継続やめて、まあ、それでももう高かったらもういいんじゃないっつって、うん、まあ、サブスクしてる人にサブスクやめていいんじゃないっていうのもちょっとおかしな話だけどさ。エンジェルさん、うん、本当ならめちゃくちゃぼったくられてるね。ね、やばいよね、うん、なんかあんのかねっつって、いや読んだ、あ、あ、ペケンチャップ、ナイス、そうなのよな、不思議なことだな。逆にツイッチ側そんなことしてもいいことないよね。多分さ、ビッツ値上がった時って相当ビッツ買う人減ったよね。初めて聞いたかな。ね、もうそうだよ。順調に負けてるな。エンジェルさん、このゲーム無心でできるな。そうそう、これ雑談向きなんだよね。雑談があれば全然。だからね、あのメヌさんとかに無茶振りしてたんだよね。メヌさんなんかないっつって、多分メヌさんラジオ感覚で聞いてるからさ、何かあるも何もないんだよね、うん、雑談ゲーム向きよな。あのループヒーローと同じだよね、雑談。エンジェルさん、長見の息子を来てますか。メヌさんはね、多分ね、作業中だと思う、なんか本当に多分しなくてもいい作業してると思うけど、勝手に適当なこと言ってるけどね。ね、ベルさん、そんな長見の息子に対してひどいこと言いまくってた長見さん。ベルさん、どうもどうもどうも、初コメなんだこの時間で。エンジェルさん、6時半起きなのに結局寝れなかった、わら。6時半起きなのに、あ、もうあれじゃん、もう準備の時間じゃん、風か。エンジェルさん、ベルさん、やっほー、深み中身を出てフリフリ、ほんとにベルさん、ね、フーカもちょっとぐらい、ね、ベルさん、エンジェルさん、おはようございます。あ、だけどフーカさ、ベッドに入ってさ、何もせずに目閉じて横になるだけでもだいぶ違うよ。俺寝れないときそんなことしたりしてたもん。まあ、ほんとに携帯を見ないけど、音楽聴くだけでもいいからさ、うん、だいぶ違うけどね、うん、体は休まるというかさ。エンジェルさん、マジ睡眠時間少なすぎて早死にしそう。まあ大丈夫よ、そういうやつが長生きするから。そういうやつが長生きする、早死にしそうとか、うち家系的に短命ですけどね、とか、そんな俺が長生きする可能性もあるんだけど。エンジェルさん、死ぬっていうやつほど生きるっていうよね、わら。そう、多分長生きするよ、ずっと。俺、俗に言う殺しても死ななそうだよねってよく言われてるけどさ。ベルさん、絶対寝たいときは耳栓してアイマスクして横になる、クスナガミ病気。ああ、わかる。あ、耳栓はしないけど、本当にぐっすり寝たいっていうか、ちゃんと睡眠取ろうと思ってるとき、俺、アイマスク絶対する。睡眠の質が違う。絶対にアイマスクだけはする。エンジェルさん、昨日からずっと頭痛くて薬飲んでも痛いか。だ、困ってる。ちょっと待てよ、風花待てよ。あ、そっか、頭痛いのか。今痛いかがちょっと聞いたんだけど、ちょっと待てよ。エンジェルさん、笑った、わらわら。ちょっとやばいな、それ。エンジェルさん、痛いか。ちょっとやばいな、まあ、それはね、まあしょうがないよな。うん、そこら辺も耐えてくれ。うん、なんだろうね、まあ頭痛はね、まあだけどメンタル目的なもんかもしれないしね。あんまり本当に体は悪くないだけとかね。エンジェルさん、笑ったり咳吸いといて。それももう単純になんか肺の筋肉、肺じゃない、この肋骨のさ、ここの筋肉断裂するときあるじゃん、くしゃみで。咳しすぎでさ、それとかじゃないわかんない、筋肉断裂って言い方で正しいのか知らんけどさ、うん、あるよ。
ど、寝ても、うん、痛いか。ら違うと思うんだよね。深み12倍版ベルさん、それ言うなら肋間神経痛だよ、わら。何、肋間神経痛っていうのあんの？わらわら。俺めちゃめちゃ咳するたびここら辺激痛走るって言ったらさ、この骨にひびが入ってるか、ここの筋肉が断裂してるあれだよって言って、なんか湿布かなんか貼っとけ治るよって言われて、じゃあ春くらいだったらいいやつって、咳我慢するっつって俺それで直した。そうなの、そういうのがあんの。エンジェルさん、うん、頑固な髪ね、寝不足。俺めんどくさいと思ったら本当に何もしなくなる。ベルさん、骨粗鬆症とか大丈夫かね。あー、一応マルチビタミンは飲むようにしてますね。1日1回マルチビタミンは飲むようにしてる。これ1日1錠だよね、わかんない。1日何錠か知らんけど、これあ、1日1錠1粒か。エンジェルさん、サプリメントか。うん、だけど薬局で売ってる安いやつだよ、本当に60日分とか。エンジェルさん、前飲んでたな。わかんない、だけどこれネットで調べたらさ、そんなの全然意味ないみたいに思ってたら嫌だよね。これ6か、経験値2乗。もう900倒してんだけど、これ1050匹倒すたんびよ。これベルさん、サプリは病院で処方してもらわないとほとんど意味ない。マジで？エンジェルさん、気の持ちようだと思ってる、わらわら。マジかよ、サプリって病院で処方してもらえるの。病院行くの嫌だな、本当に病院嫌いなんだよね。前の人がさ、大学病院みたいなところだから俺エンジェルさん、なんで嫌いなの、わら。だいたい病院っていい思い出ないでしょ。病院でいい思い出ある人いる？ベルさん、市販品だと言い方ちょっと下品で申し訳ないが、うん、何？申し訳ないが？なんだ？はめるね。エンジェルさん、いないけども、わら。でしょ？ベルさん、うん、高いおしっこ出るだけだよ、わら。だけだよ。マジでその表現にする意味あるか、なんだろう、その表現にする意味ある。エンジェルさん、高級な小便、高級な小便、マジで。ベルさん、あれでしょ、効果が薄いだけでしょ、全く効果ないの。全く効果ないはさすがにないか、効果が薄いだけでしょ。ベルさん、医者に言われたんだからしゃあないだろ、わらわら。医者に言われた。エンジェルさん、わらわら。あ、まあそれはしょうがないか。全く効果ないわけではないでしょ、効果がめちゃめちゃ低いよって感じでしょ。こんなん飲んでも効果めちゃめちゃないのに、ちゃんと病院行って取れよと、処方箋書いてもらえばいいのにみたいな感じでしょ。ベルさん、ぶっちゃけプラシーボ。マジでか、そこまでひどいの。ぶっちゃけプラシボは聞きたくなかったな、マジか。うん、だけどさ、今思ったらさ、これがさ体に影響あったらさ、薬局で売ってないか、そんなに強い影響があったら。ベルさん、病はからのお金かかるバージョン。マジか、じゃあ俺金かけて自分を自己催眠に陥ってんの。言うてそんなにお金かけてないけどね、マルチビタミンが1000円2000円だから。あれ、これボス、これ中ボス倒せますか、中ボスエリートさん倒せますか。エンジェルさん、ネットで調べたら効果がないものがほとんどって書いてあった。ベルさん、ポジティブな暗示は割と重要だけどね。マジか、ネットで調べたら効果がないものがほとんどなんだ。マジか、あれはじゃあボディービルダーの人さ、飲むじゃん、ボディービルダーの人ちゃんとなんか栄養学みたいのにめちゃめちゃ詳しいみたいな感じで、いやもうこれはこれだからみたいな。あれはプロテインじゃないけど、あ、ティア4ある、ティア4使ってみたいな。
だけど拳2つで来てえな。拳2つで我慢するか。拳2つでいってるわ。ベルさん、だけどガシする人たまにいるじゃん。エンジェルさん。はーい。え、ガシする人いるの？はーい。はーい。ああいうのってちゃんと処方してもらってるのかな？はーいって、それちかよ。え、処方してもらってないでしょ？あれ。エンジェルさん、うん、わらわら。あれ、多分あれでしょ？あの、射撃攻撃速度。あ、これ、砥石すげえな。効果すげえな。あれなんでしょ？あの、自分でなんか計算してるんでしょ？糖質いくつ取ったから、うんたらかんだらみたいな感じで。ベルさん、うん、知ってるか知らんけど、うん、日本で有名だったマッスル北村ってボディービルダーも死因はガシだよ。えぐ。エンジェルさん、もうあれなんだ、減量して皮、あの水抜きか、水抜き塩抜きみたいな感じのやつやって。エンジェルさん、サプリで補ってたってこと？どうなの？サプリで補ってたかな。ベルさん、極度の栄養失調。あエンジェルさん、意味のないサプリで。え、だけどボディービルダーの人って本当に何十年もやってる人いるじゃん。意味のないサプリでさ、何十年も生きてられる？そんなことある？やばい、死ぬかと思う。あ、やばい、死ぬ死ぬ死ぬ。あ、やばい、調子乗りすぎ。ライフスティールが高いやつで。あ、クーフー、気持ちいい。ベルさん、うん、あの人らだから寿命短いよ。早死してる人多い。あー、マジか。マジかよ。ウィザード、魔法。エンジェルさん、そうなんや。怖いね。マジでやばいね。エンジェルさん、長身もボディービルダー目指そう。やだよ。なんだよ。配信しな、配信しなきゃいけないじゃん。ベルさん、早死にさせようとしないで、わら。どっちみちな、俺長生きする気はないから。わらわら。こんな頑張って長生きする気はないけどさ。シャニムにね、頑張って。エンジェルさん、私も早めに行きたい。まあな、まあそう言って長生きできるのが一番幸せだと思うけど。あ、だけどね、まあ、あれだよね。リッテアマンズさん、長見さんが汗だく筋トレ配信するんですね。何期待してんの？ないよな。俺にそんな活力はないよ。高校時代筋トレちょっとしたけどね。エンジェルさん、たまに朝起きると今日も行ってたって思う時がある。やばいやん。何何？あ、だけど風花なんか持病あるって言ってたよね昔。まああんまその話題言っちゃいけないのかな。配信上で確か言ってたよね。ちょっと待って、これいいや。今回さない方がいいのかもしれない。うん。ウェイ。ウェイウェイ。来いよ。来いよ。これなるべくな。まとめてな。てか、リッターマンさん起きてた。エンジェルさん、全然そんな直接死に関わるような病気じゃない。ウェイ。ああ、そういうこと？なるほどな。リッテアマンズさん、今起きました。お、ナイス、おはよう。おはよう。中二病はね、煩わせるとね、死にかかる病だから。エンジェルさん、気をつけておはよう。本当に中二病はマジで気をつけた方がいいよ。煩わせるとマジで命かかるから。あんまりこっち回しすぎるかな。ここで、あれ、ちょっと回し方間違えたかな。回し方っていうか誰、出し方間違えたかな。ウェイウェイ、コンパニオンさん、ちょっとウェイ。ほんとね、みんなね、まあ、健康には気をつけた方がいいですけど。ベルさん、長見さんの血便笑えなくなったわ。ストレスで吐血した。クス長見病気。エンジェルさん、何やったの？何があった？一体何があった？
大丈夫か、何があったのさ、何してんのマジで。エンジェルさん、うん、大丈夫なの、うん、本当にやったよ、ちょっと強いマジックスト、どうなんだっけ、ゴールとか、うん、マジでやばいな、みんなだんだんやばいんじゃないの、なんかメンタルやられてんじゃないかな、だよなウィザード、連射力がないだけで火力がやべえ、分かんない、もう吐血してお口拭いてんじゃない、てか風花時間大丈夫なの、なんか予定あるんでしょ、6時半起きってことはね、ベルさん、うん、もうさ政治絡みと大金絡みの交渉ごとは嫌だよ、なんで命かけないとダメなんだ、グスナガミ病気そっちか、どっちか、それは辛いな、それは辛いな、もう辛いけどさ、エンジェルさん、うん、全然配信は見れる、あ、そうなんだ、ナイスナイスなのか、うん、だけどさもうしょうがないよね、それベルさんのお仕事だから、うん、もう国のために頑張ってくれベルさん、俺らの生活を豊かにしてくれ、本当に、うん、エンジェルさん、ベルさんも大変だね、俺らの仕事、仕事じゃない、生活を豊かにしてくれ、あの税金は全然喜んで払うけどさ、それをなんかもうちょっと本当に本当にね、本当にほんのちょっとね、俺にも還元してほしい、その享受を、ほんのちょっとでいいから、あのほら、まあ、難病の人の保険料に回るとかそういうのは全然いいんだけど、いいんだけど、ベルさん、今日なんて中継隊のための射撃訓練させられて、私はどこに向かってるんだって虚無になった射撃訓練させられたろ、最悪だなそれ、やりたくですよ、エンジェルさん、すごー、わらドン引きよな、これ逆に多少遅くなってもいいんじゃないかな、運用さ、うん、エンジェルさん、ベルさんって日本をお守りする人なのか、あ、なんかガバメン、ガバメン、政府関連でまあ軽く働いてる方なんですけどね、まあ、いろいろ厄介ごとにはあるらしいです、まあ何か知らないですけど、あれだよ、政府絡みって言っても本当にいろいろあるからね、本当に、まあ、話を大きくあのイメージしないで、本当に軽い気持ちで、公務員さんが海外視察に行くような気持ちで聞いて、聞くとちょうどいいですよ、なんかベルさん本当にヤバそうなのやってそうな気はするけど、わざわざさ世界中回らないのに、あれだけど俺あれかなと思ったんだよね、エンジェルさん、外資お疲れ様ですな、うん、ベルさん、うん、もう軽くねえのよ、どっぷり疲らせられたグスナガミ病気あのさ外資系のさなんかあるじゃん、こういうなんだっけ、あの公務員じゃなくて公安じゃなくて、またこれってこれ面白そうだから、うん、買ってるんだよね、うん、忘れたわ、え、待って、なんか買っちゃった、間違って、うん、外交官だ、外交官関連のなさ攻撃速やつ、さっきとはもう見ても見つかないぐらい適当なやつ買ってるけど、ベルさん、長見さんも気をつけなよ、どこで見違えるかわからんぞ人生大丈夫、俺間違ってもそういう、なんだろう、大変なことはしないから、大変なことはしたがらないタイプだから、絶対大丈夫、俺は絶対大丈夫、うん、うん、俺は絶対に大丈夫もうそれだけは言っとく、そもそも俺さ、英語喋れないしさ、日本、俺日本以外で生きれる性格じゃないもん、もう自分でわかるもん、日本以外だと俺多分じゃなくて死んでる、餓死とかじゃなくていろんな意味で死んでると思う、何だと思う、多分海
代で俺が生まれたら、俺多分ね、いまだにこの年になってもね、なんだろう、めんどくさいのが多いから、親のことを離れてないかもしれない。ようめんどくさいことやってくれたんだけど、なんもんな、自分。人生レベルで。いやー、だけど、ベルさんには負けますよ。本当に。魔法攻撃力。ベルさん、沖縄も大変なことになってるじゃないの。沖縄今大変なの？え、そうなの？いや、俺の地元だけど、あんまり気にしてないよ、俺。そうなんだ。なんか大変ね。そう言われましてもね、私。沖縄が。沖縄そうなんだ。魔法攻撃。ベルさん、日本だと今九州が一番未来あるな。え、そうなの？なんだろうね。やっぱ首都が未来あるんじゃないの？九州ってあれ、将来的に戦争するしないにせよ、ちょっと危機感ない？九州が、あの中国さんが、欲しいか。ベルさん、半導体の工場誘致しまくってる。あ、そうなの、あ、経済的にか。船の便もいいのかな。日本は本当立地がいいからね、国としての。やばいよね。ベルさん、デッドラインが韓国、台湾から日本になりそうな気配。え、なになに、デッドライン。そうなの？デッドラインって。ヤギ子さん、うん、長見くんおはよう、これ面白いよね。あ、面白いよ。えー、おはよう。ヤギ子、結構いろんなゲームしてんだね。面白い面白い。ナイトボットさんが何かを言っています。まったりやってる。ナイトボットちゃんもありがとうね。ここ2個つけたいんだよね。これ売るか。ヤギ子さん、そうなんです、うん。そうなんです。いろんなゲームやってるんです。あら、魔法攻撃力50以下したいんだよね。アーカイブのあれのために。エンジェルさん、6時半をお知らせします。ありがとうね。ふうか、もうお疲れじゃない？もうお疲れ。35か。これ2か。2いらねえよな。うん、ね、魔法攻撃力50生かしたい。50何して遊ぼうかな。これ今日飲み会あるからさ、寝て体力つけないとやばいんだよね。気になって寝てないって。あ、そうそうそう、だから今日夜配信ないんです。そう、今日の夜配信ないですよ。そう、俺そのためにさ、そうそうそう、すいませんね、今日の夜お配信ございません。悔しいな。ね、だけど1週間ぐらい連続でやったもんね。1月までゆっくりしてるなら長めのゲームもか。長めのゲームもかだね。かだけどさ、まあ、みんなが見たがるかどうかよな。 FF14 とかありかもしれないね。だよーだよーだよー。 FF14 FF エンジェルさん、だいたいみんな来るやん。ね、そうだね、みんな来てくれはするね。ありがたい。確かに、なんだかんだで来てくれるよね。エンジェルさん、おなじみのメンバーだよ、ウェイ。ね、ベルさん、見たがるかってより長見さんが殿堂入りさせるじゃん。なんでそんなさ、殿堂入りを嫌がるの。殿堂入り嫌がることないでしょ、名誉なことでしょ。リッパーさんとか確認してたもん。1日で私が進めたゲームを1日で2本とも入れるってことは、私が殿堂入りってことでいいですかねって、すごいもうウキウキして聞いてたじゃん、リッパーさん。そうだねっつって俺言ったもん、リッパーさんに。私が送ったゲームを1日で2本も殿堂入りさせるなんて、私が殿堂入りみたいなもんですよねって、すごいなんか
意気揚々と聞いてたもん、リッパーさん、うん、すごい嬉しそうだったよすごい嬉しそう。だちょ、俺の勝手な想像だけど、リッパーさんの顔なんて見えないからね。ベルさん、気合の長さと深さが違うもの、笑, 笑うん、リッパーさんがどういう顔してたか俺知らないけどさ本当に、うわこっち行くか、うん、こっち OK。 いやー分からんよなみんな、まあ、両方こうやってるの今あれなんですよね、ウェザースタッフ。ああ、また羽、羽ちゃんが出てきた。エンジェルさん、配信ずっと来てくれるってありがたいよね。うん、そうだね。うわね。ま、濃いんよな。うわ、そんな濃いんよな。エンジェルさん、ね、すごいことだよね、ほんと。ほんとそうよ。ティアニか。マジね。冗談抜きで。ベルさん、長見さんが楽しくプレイして、かつ視聴者さんが楽しめるゲームをチョイスするのって難解だわ。わら。エンジェルさん、いい加減飽きる頃。ウェイ。無理だよな。うわな。うちしかもなんかあれだよね。男の人多くてさ。男の人多いけど、結構みんな来てくれるからいいよね。同性で。あ、ティアさん、ティアさん来た。この辺ね。多いなとは思うけどね。うん。よきさん。中毒性がクスナガミパンダ。クスナガミパンダ、ありがとうね。どこに中毒性あるのかわかんないけど、ありがとうね。エンジェルさん、うん、見てるだけで面白いからね、お会いに。ありがとうね。ベルさん、米粒を数えるゲームをあれだけ面白く配信できるのは才能だと思うぞ。笑。あれ結果的に気持ち悪くなれてたじゃん。そうだろう、あれ。うん。エンジェルさん、うん、間違いない。笑。マジで。あれ、頭大丈夫ってみんなに言われたんだけど、なんか長見なんか病んでんじゃない。あ、そうだったんだ。あれ楽しめてたの。俺ちょっと疲れてたけどね、あれ、うん、エンジェルさん、うん、必死って感じだったけど、うん、長見だから見守れたんだよみんな。そうなの、ありがとうね。みんな言ってたよね、何を見させられてるんだってベルさん、ガチ心配のコメントもあって爆笑してた。わら。ヨキさん、金字塔になり得る。米数えるゲーム。やばいよな。なんかゲームさ、みんなもうクリエイターの人が思い入れあるのかわかんないけど、わけわかんないのあるよね。エンジェルさん、そして生まれたスタンプ、お会いに。さあ、そうだね。あれさ、なんかパピコがさ、ゾウモツさんのところにさ、DM で送ってさ、ゾウモツさんがさ、マジでさ、喋れないぐらいずっと爆笑してて。エンジェルさん、思い出の米粒。うん。ねえ、もうゾウモツさんもまあ、喜んでくれたんだったらいいかなって思ってたらさ、なんか急に来たよね。スタンプできてるよって。お願いしたつもりも一切ないしさ、書いてほしいとも全然思ってなかったんだけどさ、来てたよね。思い出の米粒よな、本当に。エンジェルさん、優しいね、わら。肝なんだけどさ、そこら辺が。俺一切お願いしてないからね、ゾウモツさんに。あの、書いてほしいな、チラチラとか言ってないからね。ヨキさん、間接的に持つどの身も米を数えさせるなんて、ウェーナイスしかもゾウモツさん、お米を数えるゲームって知ってたね。なんか、ゲームしない割にはやっぱりゲーム配信見てるせいかさ、ゲームに詳しいよね、あのゾウモツさん。なんだろうね、不思議だよね。ゲーム苦手だ、ゲーム嫌いとは言ってないか、ゲームができないだけって言ってたのかな。あー、トライデントの時期か。エンジェルさん、もつどもゲームしないけど知り合いがゲームしてるからわかるんじゃない、クスナガミタバコ。あー、そういうこと。なんかこれ魔法攻撃力を上げるためにもやってるかな、これ。あ、来た、魔法攻撃力50にする、できた、きた。魔法攻撃力100にするは多分ないよな。50いっちゃったわ。じゃあこっちトライデント入れるか。いや、どっかなんかな。あ、これも上げるか。どこまで行くかも、その先を見たい。俺、向こう側見たい。エリオドの向こう側見たい。で、トライデントな、これ。やりさん。
まあ、あれも米をつく数えるゲームもう他ないんじゃないの。エンジェルさん、お腹減った。あ、ナイス、ナイス腹減り。ナイス腹減りよ。これ一旦売るか。魔法帳？これ売って一個下に寄せて。エンジェルさん、長身お腹すかない。着いた。あー、これ1マス多いんだった。忘れてた、これ1マスマスが大きいんだよ。長いんだよ。もう一回なんか出ないかな。これ魔法力さんでバカにできないんだよ。散りばめとくか。だとなったら売ればいいか。あ、あるじゃん。羽ペンの代わりでもいいんじゃない？お腹すくよ、本当に。ベルさん、橋ゲートいい。シンプルなゲームで本領発揮するよね。素直にすごいと思うよ。ありがとう。なんでそんなベタ褒めすんの？そうなの？橋ゲーはひどかったね、あれは。本当に。あ、そうそう、俺タブチンさんのさ、ところさ、エンジェルさん、照れちゃうね。うん、照れちゃうね。本当、褒められてないから。タブチンさんがさ、あの橋ゲームってさ、タブチンさんがすごいコメントで盛り上げてくれたじゃん。あれすごい嬉しくてさ、なんかコメントで俺もなんか盛り上げれたらなと思ってんだけど、タブチンさんのところ全然行けてないんだよね。この間も来てくれたじゃん、デドバ参加してくれてさ。で、嬉しかったもん、タブチンさん。だからちょっと行きたいんだけどね。タブチンさんあんまり配信しないよね。頻度高くないよね、配信。あ、レアキャラだよね、タブチンさん。タブチンさんの配信行ったことある？みんな、タブチンさんの配信この間昔行った時面白かったのが、うちのリスラー驚くほどデドバに興味ないんだよね。あの、デドバ配信者の人が言ってたんだよね。エンジェルさん、一回レイドしたことある。あ、そうなの。ベルさん、こった配信してる方だよね。そう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 、なんかそういうのが好きな人なんだろうなって。そうそう、面白い人よ、あの人。なんか酔っ払ってさ、オタマトーン使ってさ、めちゃめちゃさ、隣のトトロのあの、なんだっけ、曲名忘れたくない、あの R コーってやつあるじゃん。あれをさ、3回連続ぐらいやってたよ、俺が見たとき。もうベロベロに酔っ払ってさ、オタマトーンで、オタマトーン持ちながら、すごいもう、プロの演奏家みたいな顔してさ、全然プロじゃないのにさ。あれ面白かったけどね。やばいな、この人って思ったもん。本当に。来てんなって。マジで来てんなって。ここにまた杖1個入れたいな。シールドどかしたくないな、これ。いや、まあ、威力も下げたくねえ。しょうがないか。血を削るか。運の方削る。運12あったんだ。これ、あと1個よね。え、また持ってっか。またこっちにもあるじゃん。ティア上げるやつないのかな？ティアに。ティアに。ティアに来た。本当面白かった。やばいよね。あ、入るの、そこに。あ、そこに入るの。売っちゃったわ、また間違って。入るのか。気づかなくてごめん。お、魔法攻撃力。そうなのよな。あ、いろんな配信者さんいますからね、面白い配信者さん。めちゃめちゃ言ってんじゃん。いろんな配信者さんといろんなリスナーがいて、いいですわ。まあ、合う合わない配信者さんいらっしゃいますけどね。エンジェルさん、スイッチ来ていろんな人と出会えた。あ、めっちゃいいよね。俺もそうよな。本当にいろんな人と出会えたわ。まあ、仕事以外でこんなに、なんだろう、人との出会いがあるってことはないね、本当に。エンジェルさん、合う合わないあるのは人間だもの、仕方ない。ね。確かにね。ほん
当に何だろう、社会人サークルみたいなとかさ、そういうの入ったことないからさ、多分入ってるとそういう出会いあるかもしれないけど、仕事以外でこんなに出会いがあることないね。逆にあの直近の職場の人ね、ほんと全員女性だからさ、ほんと居心地悪かった。最高に居心地悪かった。エンジェルさん、両つべで配信してたのが懐かしい。YouTube から Twitch 映ってよかったね、風花。 YouTube 時代は知らないけどさ、俺気軽に言ってるけどさ、つべもう一本欲しいな。あ、来た来た、ティアニ、ナイス、ティアニ、ティアニを稼いでいく。こんな無限にもう増殖してるかな、これやばいよね。エンジェルさん、両爪は月に1回あるかないかだったぜ。ウェイ、あ、そうなの。人はつまらんでしょ、月に1回は。よく配信頻度そんなに上げたね。 YouTube 時代俺一人よ。YouTube 時代のライブ配信見直しますか？見直し会やる？もう見てて悲しくなるよ、本当に。ずっと独り言よな、十字架に。ずっと独り言、涙が出る。エンジェルさん、でも登録者は謎に300人くらいいた。前半は頑張ってた。マジで300人いたの、やば。俺未だに80何人や。あれさ、俺自分の YouTube チャンネルさ、もう途中から割り切ってさ、もうこれお試しにしようって言って、もうあのさ、自分のチャンネルさ、明らかに失敗なのよ自分で言うのもなんだけど、まあ、明らかに失敗だから、もうちょっとこのチャンネルはもうお試しと割り切って失敗ありきじゃなくて、もう失敗してるから、エンジェルさん、その時のリスナーさんがツイッチ来てくれて、サブスクしてくれてる人もいる。あ、めっちゃいいじゃん、めっちゃ長続きしてるじゃん、いいなあ。ティアニ、ティアニちょっと欲しいな、キープしとくか。めっちゃいいじゃん。だけどさ、どう？エンジェルさん、ありがたやだよね。あ、ありがたやよ。ウェイ。爽快パンダマンさん、パンダマン、パンダム164回。パンダマンおはよう。パンダマンおはよう。今いろいろと風花が YouTube 時代のトークを、あ、倒した。ナイス。YouTube 時代のトークしてます。この時強いんよな。エンジェルさん、わらわら。これ取れない。パンダマン、うん、爽快パンダマンさん、両つべしてたの。風花は YouTube してたのよ。俺も YouTube してたけど、正直ライザのアトリエやってた時、今とあんまり配信スタイル変わらないよ、 RPG してて。エンジェルさん、もう赤消しちゃいましたけど、してました。ウェイ、え、マジで赤消したの？もったいない。なんで？せっかくやってたんだったら残しとけよ。別に本当になんか嫌になったっていうか、困ったら消せばいいんじゃない？爽快パンダマンさん、僕も移行したタミハート。あ、そうなの？エンジェルさん、登録者いる赤が嫌で消した。あー、登録者がいる赤が嫌で消した。登録者稼ぐために配信してんじゃないの？ちょっとよく分かってないけど。そうなんだ、パンダマンも。ちょっと待って、俺パンダマンを多分フォローしてねえわ。パンダマン、パンダマン、パンダマン、そう、フォローしとくね。配信タイミングとかあったら連打しますわ。パンダマン、よろしくね。リシアマンブさん、私はツベのリムワールド配信で長見さんを知った派です。え？あ、あれを見てたろ？嘘でしょ？あれ見てたろ？エンジェルさん、そうでしょ？そうなんや、すごいね。あれ、あれ内容ひどかったでしょ？今と変わんないでしょ、ピッターマンさん。
リムワールドって結構何でもできるんだよね。だからさ、なんか人質みたいの取ってさ、灰を摘出してさ、灰を臓器売ろうとしたり。東海パンダマンさん、うんうん、ありがとう。長めに仲良くしましょう。パンダム164、わらわら。だから仲良くしましょうね。リッターバーさん、そんなこと言ってたっけ。あのリム、あ、だってリムワールドかなんか好きとか言ってたっけ。ね、仲良くね。あのリムワールド見るって相当よ。俺あの時からレモンドを飲んでるもん。ベルベルに酔っ払って昔話したりとか。リムワールドちょっと見直すか、みんなで。あれとんでもないよ、あの、あれ見る価値ないよ、本当に。よく見てたね。てか見てる人いるのが驚いたわ。違う、これでもいけるのか。すごいね。懐かしいわ、リムワールド。ね。リッテアマンズさん、リムワールドってまあまあサイコパスなゲームですからね。あ、そうそう、サイコパスなゲームだからさ。なんだかな、娯楽がないとさ、住人がさ、頭おかしくなってさ、動物殺したりとか、仲間殺したりとかするのね。で、そのストーリー、あ、滝合さん、レイドのお返しかな。全然大丈夫だったのに、竹合さん。ベルさん。ナイスナイスレイド。竹合さん。ありがとうね。竹合さんまだ来てないかな。ベルさん、ナイスレイド。すごい。レイドありがとうございます。ヨシジェット4さん。何やったんだ。グッドゲーム。サトルさん。